私がどれほどあんたたちの顔を立てたか言うまでもないだろう。冗談さ。ちょうどいい時に来たな。出航準備が今終わったところだ。じゃあ人も揃ったことだし、そろそろ雷雨に包まれし永遠の国へ向けて出航だ。出発。カツハ。Two anchors? Really? Well, that was easy. Raging thunderstorm.No special effects, no special scene. Inazuma, finally we're here. Look who's there, Toma. What? Oh. Yep. やっと来た。リーユへの姉子。待ちくたびれてたところだよ。それと二人の密航者。ああ、いや、客人というべきか。あんたたちの将軍様のせいで近頃は稲妻近海の雷雨と暴風が前よりも強くなってやがる。もちろん私の船隊も大いに本領を発揮したが、それでも少し時間がかかっちまった。そうだ、紹介しよう。こいつはトーマ、最近知り合った商売仲間だよ。君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよ。トーマ、この二人は紹介はいらない。異教の旅人の名声は外界の嵐だろうと防げないからね。とっくに耳に入ってるよ。嬉しいこと言うなお前。うん、手間が省けたな。トーマはもう長いこと離島で活動している。ここの顔役と言っても過言ではないだろう。何か困ったことがあればこいつを尋ねるといい。だがもしこいつがあんたに不埒を働けば、次稲妻に来た時私があんたの代わりにこいつを締めてやる。安心してくれ、俺たちなら仲良くやれると思うよ。そろそろ時間だ。私の船にはまだお尋ね者が一人乗ってるからな。長いはできない。カズハのことか。また会おう旅人。稲妻でどんな荒波に会おうが乗り越えてみせろ。バイバイ、元気でな、北斗船長。それじゃまずは審査所で登録手続きを済ませよう。で、稲妻のお偉いさんに会うのか。こっそりって言ったはずだけど。鎖国令を舐めないでくれ。身分を調べることからはどうあがいても逃れられないよ。だからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだ。
We're finally here! Of course I can't see anything in the map. It's all black and... At least until I can unlock this.But at least we're finally here after so long. We better get to the very end before we do anything like quitting, because I won't be able to explore freely unless we complete the story. Or, well, not complete the story, but mainly